板前が教える秋を感じる鮭とキノコの炊き込みご飯。はじめにしめじと舞茸をちょうどいい大きさに手で裂いていきます。万能ネギを小口切りに切って数分水につけておきます。今日のメイン食材の鮭、軽く香ばしさをつけるように焼いて下準備は終了。土鍋にお米1合、お出汁、酒、みりん、薄口醤油を入れて全体をなじませたら、その上にたっぷりのキノコと鮭を乗せて火にかけていきます。土鍋が沸騰してきたら火を弱火にして蓋を閉じて15分炊いていきます。15分経ったら余熱で余計な火が入らないように火元から外して10分蒸らし、ほぐした鮭と万能ネギを入れたら完成です。鮭のちょうどいい塩加減とキノコの香りがマッチして秋を感じさせてくれる炊き込みご飯。ではいただきます。うまっ。